床屋さんで、誕生日卵焼きのいただきました、昨日11月26日が誕生日で、社長から誕生日の今三河床屋さんは誕生日の週限定で1週間 の, その自分の誕生日のある週に三河中川さんのフェイスブックを、いいね、そしてダーカ、チェックインをするとですね、卵焼きと見えるかこのね、誕生日千里カイラーの、卵焼きとエビフライとカキフライを、プレゼントされます。こういう感じですね。誕生日の方は身分証を持って来ていただいて、店員さんに一言声をかけていただければ、こういう感じで買わせていただきます。でこちらがですね、メイズの、梅の梅粉が美味しいです。うわ、美味しそう。では、いただいていきます。いただきます。それでは、いただきたいと思います。まずは原味ツディーツ。外はパリパリで中はねっとりしてて、しっとりしてて、めっちゃこれ美味しいです。で2回目の食べ方が、わさびと、わさびじゃない、ネギと梅を入れて、すごいさっぱりした味で、めっちゃ美味しいな、これ。ネギと梅と白焼きの、バイスサオの白醤油で焼いて、これ珍しい食べ方だそうです。めっちゃ美味しいな、これ。最後の食べ方が三通の食べ方。こういう感じですね。美味しい。この最後の三通の食べ方が一番好きです。梅昆布茶と白醤油の白焼きが本当にマッチしてて、あとこのネギがとてもいい香りを出してて、鶏と梅とすごく合います。美味しい。それではカキフライとエビフライいただきます。
キフライもサクサクで、これお酒飲みたくなるやつですね。フライの断面見てください。断面めっちゃ綺麗。これが社長の黄色いバギーなのねもうあのうなぎの神様と言われている中川さんがうなぎだけではなく実は卵焼きの神様でもあるということで、どう見ても和牛ですね。脂肪ほっとるでしょ。はい、めっちゃ美味しそう。やばいです。誕生日でこんなにサービス受けれるお店なんて本当ないですよ、台湾で。うん、この前火鍋屋さんに行った時も特に何もないですって言われてこれ絶対美味しいよ。だし巻き卵、だしがプリプリしてる。プリプリしてますよ。プリプリ、うまっ、うまっ、美味しい。皆さんぜひ、皆さんぜひ誕生日の時に三河中川屋さんにいらっしゃってください。誕生日の限定なので皆さん乾杯だよ。バイバイ。いや美味しいですね、本当に美味しいな、うん、最近かば焼きももちろん大好きなんですけど白焼きにハマってます。あ美味しい。うん、梅合うだろう。梅めっちゃ合いますね。日本ではなかなか食べられないんですよ。日本ってさ、要は梅となんかさ、うなぎは合わない、組み合わせが悪いって言うじゃん、うん、だけど、実は言うとさ、青梅、青梅、なるほど。青梅とうなぎは、まあ、青梅自体がさ、うん、どっちに何を食っても青梅自体が出発したりするからね。なるほど。だからさ、まあ、日本人だよね、梅とうなぎは組み合わせ悪いって言うけど、実は白焼きと梅は合う。合いますね、合いますね。これだったら超特大余裕でいける気がします。いや、だからもうあれもさ、あの昆布の日本産の昆布と梅のやつを合わせて出汁作ってるから、梅昆布茶ほんと美味しいですね、うん、わさびとこのわさびじゃないよ、この梅とタレとの相性最高です。デビュー梅だからわさびじゃ合わないんでデビュー梅したんだよ。なるほど、めっちゃ美味しいです。 Yeah, bye-bye.